渓流釣りに来ました。いや、ほんと昨日今日で気温ぐいぐい上がってだいぶ魚の活性もいいと思うので期待できると思うんですけど、場所は天竜川渓流です。天竜川の支流ですね。よいしょ。今日は餌はミミズ使っていきます。ちょっとバイト先の畑ほじくったらいっぱい出てくるので、これちょっとでかい。さあ、1投目行ってきます。こうやってしばらくポイントがないときはいつも山菜探してます。これちょっと見えてるかな、種付け花ですね。これも食べれます。あのクレソンと同じ仲間で味もすごいクレソンに似てて、葉っぱもなんだろうな、ちょっとこれをでかくしたらクレソンみたいな、ね、うん、やっぱちょっと絡み合っていいっすね。ここに生えてるのは肝臓ですね。すごい肝臓って本当に癖なくて、これいつも適当に持って帰ってもう味噌汁に入れたり炒めちゃったり、あと一番美味しいのは酢味噌和えですね。こう茹でて水切って味付けてって感じで、それが、すごい癖なくて美味しいんですよ。あ、立派なクレソンがあります。よいしょ、疲れた。クレソンですね。さっきあの種付け花となんかちょっと葉っぱが少し大きいぐらいで、すごいなんか花の感じとか似てますよね。これ少しもらっていきます。このままだと坊主なので。少しあるとね、本当にそれだけでちょっとやっぱお肉とかの味も引き立つし、もう辛みがいいんですよね、ピリッと。こんなもんかな。喉乾いたんで水を。あんまり良くないのかもしれないけど。釣れませんな。あー、いませんね。これ無念。次、
ましょう。あ、はい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 。よいしょ。はい。あー釣れたー。ちっちゃいけど。釣れました。アマゴですね。赤い点々がチャームポイントのアマゴちゃんです。18センチぐらいかな。ちょっと小さいですね。逃がしてあげます。あーでも釣れてよかったな。疲れた。もうちょっとあそこまでやって今日は終わります。よいしょ。ぬぬぬ釣れぬいて。限界かもしれない。よし、最後のポイントです。もうここを最後にします。釣れてくれ、最後だ。いいサイズだ。おお、やったー。釣れました。イワナです。綺麗だな。20、この枠が30センチなんですよ。だからどれぐらいかな、25ぐらいか。入ります。リュックに全部竿とか入れちゃったので、あとは山菜をちょっと3つ帰ります。いや、動画撮ってるからいつもより緊張した。釣れてよかった。これは何でしょう。わさびです。そう、やっぱ根っこ食べるイメージですけど、これは花わさびなのでとか言ったりするので、葉わさびとか言いますかね。このここ取って醤油漬けにしてたりして食べたりすると美味しいです。結構これ食べてみると辛いんですよね。やっぱりわさびっぽい、ちょっと土っぽいっていうか、普通のわさびとはまた違って面白いですよ。辛っ。うん、腰脂じゃない、なんだっけ、こごみだ、こごみ畑全部開いちゃってる。お、いた、再登場、ウコギちゃん。これがうまいんだ。到着しました。帰ります。お疲れ様です。